どうも、稲戸美奈穂です。さあ、現調教師でもあります元ジョッキーの海老名さんがエルコンドルパサに乗られている高級タオルが10月2日から販売されるそうです。端っこにはね、海老名さんのサインも刺繍されております。お見逃しなく。